相鉄1万系電車。相鉄1万系電車。相鉄1万系電車は、2002年、平成14年2月24日に営業運転を開始した相模鉄道の通勤系電車。本校では特に個々の編成について記す必要がある。場合は、簡略化のために、横浜側の先頭車、1号車の区派1700系の番号を指して、1701回。 フォーメーションイコール編成と呼ぶことによって、各編成を表すことにする。本系列は、製造から30年近く経過し、老朽化が進む2100系電車、新6000系電車、5000系電車及び旧7000系電車の置き換えを目的に投入された。本系列の大きな特徴としては、イニシャルコストの低減を図る、ため東日本旅客鉄道。 JR 東日本の E231 系電車と共通設計となったことが挙げられる。全面のデザインなど細かい設備を除いて、ほぼそのまま E231 系の設備を導入した。車両の製造は、東急車両製造を主に一部の車両を JR 東日本のニーツ車両製作所が担当している。前述のように、本系列は基本的に E231 系電車と同一であり、高設の車内設備とともに、相鉄で特に目を引く設備を中心に列挙、解説する、その他の設備については、JR 東日本 E231 系電車の項目を参照のこと。車両は、各車両を20メートル長の車体に片側4つの両開きドアを備える通勤型の車体である。 車体限界幅が JR 東日本により 50mm、狭い 2950mm のため e 2 3 1系より車体幅を 20mm 縮めた 2930mm、アマドイ部は 2946mm としている。相鉄ではそれまで車体の素材にはアルミニウム合金を主体に使ってきたが、初めてステンレス鋼を用いた。 前面部分は繊維強化プラスチックを用いて、ステンレスでは困難な造形を形成している。前面デザインはこれまでの相鉄電車とは異なって、非貫通系であり、急行灯も設置されておらず、なおかつ E231 系のものとも異なる、独自のデザインが採用されている。種別、行き先表示器は LED 式である。 車体側面は E231 系とほぼ同一であり、帯の色と配置以外には目立った、相違点がない。導入当初の帯色は、新六線系電車のイメージを引き継いだ配色で、上部はピーコックグリーン、下部はサフラインイエローラインとなっていたが、2006年の CI 導入に伴いとの系列とともに、統一カラーへ変更され、現在は1万線系電車と同様の配色に、 なっている。また、導入当初は、現在のものと異なる総鉄発の英文、ローマ字表記ロゴエンブレムも付加されていた。屋根状に、集中型冷房装置を、各車両に1機ずつと、一部の車両にはパンタグラフを、搭載する。パンタグラフはすべてシングルアーム型である。車椅子スペースステッカーの位置は、重量編成は、号車表示の横で、 8両編成は合車表示のもととなっている。内装は基本的に E231 系と同一であり、主に在来車との違う点を記述する。座席はすべてロングシートであり、相鉄で初めて型持ち式、バケットシートが採用された。生地の色は赤紫系、優先席は青色。座席には握り棒が設置されている。吊り革は三角形。 おむすび形が採用された。窓は色のついたガラスが採用され、紫外線をカットすることによりカーテンは廃止された。また、相鉄の特徴であったパワーウィンドウの採用は見送り、すべて手動での開閉となっている。なお、車両端部の一部の窓は開閉不能であり、その胸の表示ステッカーが貼ってある。相鉄では初採用となる。 全車連結部に傾斜式固定装置の貫通扉を設置され。客用、ドア上部には路線図とともに一段表示仕様の LED 式の車内案内表示装置が設置されており、行き先、次の停車駅、乗り換え案内を流している。1703回以降の編成では、スクロール表示となり、また英語表記が追加されている。なお、八千系や九千系にも、 同様のものが設置されているが、これらに系列では、文字による広告や、マナー感も流れる。初期編成のドアエンジンは飛ばさみ安全装置付き、電気スクリュージック駆動式を使用している。車内の放送については、当初車掌の肉声によるものだけであったが、2008年夏より、自動放送が導入されており、行き先、停車駅、車内でのお願いなどが放送されている。 車両連結面に設置されている貫通扉の窓ガラスには相鉄のロゴ、祖鉄が印刷されたステッカーが重複されている1万1000系電車にも重複。9 0系以前の系列にはなし。本系列の貫通扉のガラス部分は従来のものよりも大きい。9 0系のリニューアル車には付けている。E231 系と同様にティムズと称される。 列車情報管理システムを相鉄の車両で初めて搭載している。機器自体は床下に、運転席にはこれのモニターが設置されている。マスターコントローラーは相鉄発のワンハンドルタイプで左手だけで操作する。また、隠しメーター類については E231K でよく用いられているアナログの指針式メーターを採用している。 また、車掌スイッチ型形式に合わせて車上スイッチが設置されている点が異なっている。乗務員室と客室の仕切り扉の窓ガラスの形状は四角型で開閉が可能な構造とされている。その部分にも透明ガラスである点では E231 系と異なる。車高膜は E231 系と同じく中央大窓のみ設置されている。 VVVF インバータ装置は E231 系通勤タイプで使われる三菱電気製 IPM イベット素子を採用しており9000系までの G とト素子と比べて発射停止時のジレノンは低減されたモーターは出力が 95kW のものを電動車1両につき4つ搭載している加速性能を満たすため本系列の重量編成には単独電動車 1M 車が存在しており、電動車と付随車の比率、MT 比は1、1となっている。ブレーキ指令伝達方式は、電気指令式である。これは、在来の一部車両が搭載する、電磁直通ブレーキとは、互換性がないため、非常時に両車を連結することに備え、ブレーキ指令読み替え装置を本系列の先頭車に搭載する。また、初期の編成は、 ブレーキプログラムを交換することで、純電気ブレーキ対応に改造されており、1705回以降の編成は、当初から純電気ブレーキ対応である。台車は E231 系のボルスタレス台車と同一仕様で、形式は総鉄を意味する ST を先頭に付与した。駆動装置も5000系から長らく使われてきた直角、カルダン式を取りやめ、初の TD カルダン式とされた。 電動空気圧縮機についても、同系列と同一のスクリュー式で、相鉄では、初採用である。相鉄の車両としては初めて EV 装置が設置された。この他に、手装置も搭載する。ATS や列車無線は相鉄型のものが設置された。なお、現在相鉄では全線で、JR 式の ATS やデジタル無線に交換が、進んでいる、工日。 本系列では最後に投入された1708階では、落成時より運転室真上の屋根の上に、JR 式の無線アンテナを取り付ける準備工事が施されている。2011年4月頃から、主に泉谷線内で日中に8両編成を使用して、デジタル無線の試験が行われた。本系列で見られる形式及びその役割を記す。車両番号の付与方法は、 従来車と同一である、主制御装置を搭載する車両。車両番号の加算桁が100番台の車両は従来車では、電動車ユニットの横浜側に連結されていたが、本系列では、海老名湘南台側に連結される。パンタグラフは、同系列と同じシングルアーム式の PS33 バイト型で、もは1100型と、もは1300型にのみに搭載され、 従来系列の電動車は全車にパンタグラフが搭載されていたのとは異なる。搭載位置は車両の横浜側であり、アームの開く向きが従来車と逆である。なお、四次車以降は形式が東洋電気製の PT-7103E 型に変更されており、あとの 11000K でも同一のものが採用された。2001年、平成13年度から2004年。 平成16年度まで毎年増備が続けられ、2008年、平成20年7月現在、重量編成3本、30両と8両編成5本、40両の計70両が在籍する。2002年、平成14年からの3年間は8両編成のみの製造となり、そのまま製造終了の予定であったが、2006年、 平成18年旅は8000系8707回が事故で廃車されたことによる重量編成運用の不足十分として2001年度以来5年ぶりに重量編成が1本重量製造されたかつて相鉄ではグリーンバックスという広告貸切列車を用意していたが現在は運行されていないその代わりに本系列は編成を借り切っての車体のラッピングに たびたび利用されている。以下に、主なラッピングとその期間を示す。この他に、一般のラッピング車両同様に企業や沿線の施設のラッピングが施されたことがある。なお、2008年6月から運行開始した第三弾の、走れ。みんなの横浜号は本系列ではなく、新7000系7754階が、充当されている。 以下の改造工事が行われている。ATSP 型は2014年3月30日より、デジタル列車無線については2015年10月3日より、使用開始した。本系列は、多形式と共通運用を組んでおり、8両編成と10両編成で、運用が分けられている。8両編成は、確定と平日泉線の特急を中心に、一部の 快速にも使用される。重量編成は、特急、急行、快速、確定すべての種別に使用される。都合によっては、8両編成の運用を重量編成のまま代送することもある。第4編成から第7編成までは、車両メーカーからの直接購入ではなく、JLL、日本型レバレッジドリースによるリース方式が採用され、 三井住友系のリース会社よりリースされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。